バンドンはインドネシアのジャワ島西部にある都市である。西ジャワ州の州都であり、また、インドネシアでジャワ人に次いで人口の多い種族であるスンダ人が生活し、スンダ語が話されるスンダ地方の中心地である。植民地時代に政治、経済、文化の中心地の一つとして発展し、また快適に過ごせる住環境でもあったことから、ジャワのパリと呼ばれ、 多くの外国人が居住していた。現在は人口集中、過剰開発、そして車の排気ガスや排気物などで環境が悪化しつつある。首都ジャカルタから東南に約 200km 離れた都市であり、南位6度9部、東経107度6部付近に位置する。中心地の標高は海抜 700m で、四方を標高 2000m クラスの山々に囲まれている。 年間を通して、日中の気温は27摂氏28度、夜は17摂氏18度で、熱帯にありながら、涼しく過ごしやすい環境である。欠片の気候区分では、熱帯モンスーン気候に属する。コウイプッシュ CYD。ありがとうございます。